ターン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソフトタッチドラムス担当星野です。ボーカルギター担当の佐野です。マディソン・カニンガムっていうあの女性シンガーソングライターになるんですかね、はい、のアルバムをよく聴いております。なんかその女性ソロアーティスト結構好きみたいで、割と、ファイストとかフィオナ・アップルとかすごく好きで、最近はですねマディソン・カニンガムにとても気に入ってよく聴いてます。僕はですね、フリコっていうアメリカのアーティストが好きで、バンドが好きで、よく聴いてますね。もう新譜で、私たちはどこから来てどこへ行くんだろうかっていう放題なのかなのアルバムで、アルバム名に、なんとなくシンパシー感じて聴いたりして、でサウンド面も、いわゆるオルタナティブロックの延長線上、その先を行ってるような音楽で好きで聴いてます。人生を変えたアルバムはですね、僕はスマッシングパンプキンズの、セカンドかな、サイアミズドリームがもう一番、まあいろいろありますけど、まあめっちゃ食らったアルバムの一個で、ちょうどですね、1992年のあのレディングフェスティバルが、僕の家の実家がワウワウちょうど契約してて、そこで放送されたのをですね、まあ、ビデオに撮って見た時に、まあ、スマッシングパンプキンズ出てきて、もう会場がこう地平線が全部人みたいなのがこう縦にバウンドしてる大盛り上がりの映像をですね見て、当時の星野少年は衝撃を受けて、でその後出た、多分そのすぐ後ぐらいに出たと思うんですけど、サイアミズドリームをずっと聴いて、はい、自分の重要な一枚になりました。はい、はい、佐野はですね、フリッパーズギターのヘッド博士の世界塔です。これは僕は何ですかね、もうその後出た後に知ったんですけれども、それを聞いて、18歳で聞いて、高校3年生、17歳ぐらいですかね、で初めてギターを持とうって思いました。はい、そこからギターが始まってます。はい、最初のギターグレッチだもんねそうですねグレッチで文化祭出てましたここは初めて行ったライブはですね、東京ドームなんですけどジャネット・ジャクソンを東京ドームで見ました。当時、中学2年生で、まだそうですね、だからそのオルタナとか聞く前ですね、その前はそういうジャネット・ジャクソンとか、なんかブラックミュージック、ボビー・ブラウンとかダンスミュージックみたいなのをすごい聴いてて、当時 MTV とかでバーってかかってたんで、それでジャネット・ジャクソン大好きになって、で初めてお小遣いでチケット取って行ったのが東京ドームだったんですけど、もう頑張って S 席のアリーナ席を取ったらですね、当時まだ中学生だったんで背が伸びきってなくて、周りみんな大人で全然見えないっていう、だからなんかぴょんぴょんジャンプしながら一生懸命見たのを覚えてます。はい、それが初ライブです。僕はですね、TMN です。ね、リズムレッドツアーっていうので、横浜アリーナ来ましたね。はい、はい、終電がなくなって初めてで興奮して、友達もう一人いたんですけれども、
なんか帰りの方向と違う方に行く人たちがいるっていうので、なんかいわゆる出待ちを見る僕らっていうのがあって、でなんかそれを何やってんだあの人たちって言ってやってたら終電がなくなりました、はい、で友達に勤めてもらいました、はい、っていうのが思い出です。僕は本よりは、まあ、多分映画になるんですけど、ソフィア・コッポラ監督すごい好きで、どの作品も好きなんですけど、サムウェアっていう作品があってですね、まあまあ、ざっくり言うと父と娘のちょっとほろ苦いストーリーみたいなやつなんですけど、ハリウッドスターの父親、どうしようもない父親と、まあ、離れてる娘が急遽一緒に暮らすことになって、でだんだんそのトゲトゲしたその父の心が娘によってこう浄化されていくみたいなストーリーで、なんかまあ、かかる音楽もすごい、アメリカのインディーロックとかいっぱいかかって好きなんですけど、なんかその過度にこう演出をつけすぎたり、こう大げさな BGM を入れすぎない感じがすごく逆にこう心に直に訴えてきて、すごく好きな映画です、はいはい、僕はですね、本ですね、宮台真司さんの終わりなき日常を生きろっていう本があって、95年に出版された本で、終わりなき日常っていうのが、まあ、2000年にかけて、90年代の終末にかけてっていうんですかね、の空気感っていうのがすごく出てる本だったりして、でそこから、あ、2000年過ぎた時、まあ、そのいわゆる時代はこういう時代だよって提示している社会学本なんですけれども、その後も本当に終わりなき日常は過ぎたのかどうなのかっていうのが未だに引きずる本です、はい、うわですね、ミッチェル・フルームとチャド・ブレイク、プロデューサーとエンジニアですかね、すごい好きで、あの2人が関わっている作品すごい好きでですね、さっきもフィオナ・アップルとかも一番最近のアルバムで確か一緒にやっている、あと好きなアルバム、スザンヌ・ベガのアルバムとか、すごい音作りがですね、なんか不思議なリバーブとディレイがかかってる感じと、あとなんかリズムのなんか変な楽器いろいろ入れて不思議なリズムを作る、そのプロデュースの仕方がすごく好きで、共演っておこがましいですけど、なんかいかがってみたい思ってます。ファンです、はい、僕はですね、是枝裕和監督ですね、僭越ながらですね、はい、なんか毎回作品、映画、新作楽しみにしているファンなんですけれども、その見えない関係性を書くっていうところを、表現されるっていうところをいつも気づかせていただくっていうんですか、気づくっていうんですかね、ところに何か感銘を受けてますね、はい、僕はその1992年レディングフェスティバルを観客席から、はい、全バンド見たいと、はい、なんかやっぱりあのライブ映像で本当にいろんなロック、まあ、すごいメンツが出てた、 今となってはすごいメンツが出てたんで、 それでパブリックエネミーとかも知ったし、はい、なんか
PJ ハーベイとかなんだこの怖いお姉さんはみたいなとかからトリガーニルバーナでなんかパジャマ着て出てきてなんじゃこりゃみたいな。でもなんかすごいすごい興奮したのは原体験になってて、そっからそれを一個一個出てたバンドアーティストを聞いてったっていう、なんか結構根っこになってるポイントになった映像、焼き付いてる映像なので、それは一回生で見てみたいなと思います。はい、うん、僕はですね、中津川フォークジャンボリーですね、での中でも第3回ですかねぐらいがいいかなと思って見たいですね。なぜかというと、その学生運動、の後期なんですよ。結婚しようぜって、はい、歌うんですよね、その中で吉田拓郎さんが。その学生真っ盛りの人たちに結婚しようぜって語りかける現場っていうのは、なんていうんですかね、なんかどんな衝撃があるのかなっていうのを体感してみたいっていうのがありますね。はい、以上ご覧いただきありがとうございました。ソフトタッチでした。4月にですね、我々の新しいアルバム、アナーキー・ボッカ・ユートピアが、リリースされてますので、皆さんぜひ、手に取って聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。